はい、秋葉原です。いつもね、こちらのチャンネルのご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、いつも使ってるマイクとはちょっと違ってですね、私がちょっと10年ぐらい前に購入したですね、ロードの NTG2 っていうね、ショットガンマイクの方を、ルミックス S5 につけてね、録音の方をしております。私もね、ルミックス S5 につけて使うのは今回初めてなんで、まあ、どんな感じかっていうのをね、またコメントの方とかで教えていただけると助かります。はい、そんなわけでね、だいぶね、暖かくなってきましたね。梅とかね、あと河津桜がすごく綺麗に咲いてるっていうね、ニュースとかもよく出てると思うんですけど、まあこの辺ね、東海地方の方もまあ例外なくですね、梅の方がまあ結構咲き誇ってきてですね、まあうちの近所にあるですね、鈴鹿の森庭園っていうところにね、梅の方の撮影に行ってまいりました。お昼とかもね行ったんですけど、やっぱりですね、梅っていうのは夜ライトアップされてるものを撮るもんだなっていう風にね、改めてね思わされたっていう感じなんですけど、まあやっぱり昼は昼でね、すごく梅も綺麗なんですけど、やっぱり夜の梅ってね本当に美しいんですよね。で今回はですね、ミックス S5 にですね、この3本のレンズをつけてですね、撮影の方をしてきました。最近よく使うんですけど、こちらはね、シグマさんの 105mm のね、マクロ、これ、ね、マクロなんですけど、やっぱりマクロとしてね使わずに普通に 105mm のね、単焦点レンズとしてね使ってもすごく綺麗な写りをします。でまあこれね、お昼の時はねしっかりその梅もね、ものすごく近くに寄って撮ったりしてたんですけど、まあ、近くにね、寄って撮らずにですね、まあ、全体のその光の雰囲気っていうのをね、皆さんに伝えたいなっていうのもあってですね、まあ、比較的に早い段階で、こちらを 21mm の方にね切り替えていってしまったんですけど、まあ、それでもねこちら、105mm ね、最近私がよく使っている、シグマさんのお気に入りのレンズの一本なんじゃないかなっていうふうに思います。21mm の方もね、なかなか皆さんにご紹介する機会っていうのがないんですけど、まあ、すごくねお気に入りの一本で、で 21mm を使う理由の一つとしてはですね、やっぱりこの S5 の特性の一つでね、4K で 60p で撮影するときに APS-C にクロップしてしまうっていうね、そういった特性があるんで、で 21mm なんで約 35mm ぐらいですか、ぐらいの、焦点距離になるんでね、まあ、ある意味使いやすいっちゃ使いやすいんですけど、まあ、そういったところでね、この21mm 最近ね、非常に多用するようになってきました。すごく使いやすいレンズじゃないかなというふうに思います。そしてまあ最後ですね、こちら 50mm、これはね以前もね、紹介させてもらったんですけど、すごくね写りがいいんで、もうこれはねもう言わずと知れて、ただですね今回編集した動画の中にあまりこの 50mm のね、動画っていうのは含まれてないんですよね。まあ、ちょっとね時間的に余裕がなかったんで、もう少し撮りたかったなっていうのはまあ正直なところなんですけど、またね機会があったら撮りに行こうと思います。今回ねこの 50mm を使ってですね、この鈴鹿の森公園の一番メインとなるね、梅の木をですね、エルネオクラシックを使ってね、撮ってきました。あんまりねエルネオクラシックってあんまり使わなかったんですけど、まあ、今回ねCP プラスの方でね、エルネオクラシックの話が出てて、まあ、ちょっとね青みがかった感じの綺麗な感じでね、その写真表現、まあ、映像表現の方がされていたんでね、それがすごく気になったっていうのもあってですね、まあ、今回初めてエルネオクラシックで撮ってみました。で今回はですね、前回もご紹介したんですけど、こちら西のね、ブラックミストの8分の1をですね、全てのシーンにおいてまた使用しております。やっぱりですね8分の1を使うとですね、そんなに、まあ、光源が入っていればもう光源がふわっとね、真っ白いもやかかった感じになるんですけど、光源が入っていなければですね、そんなに気にしなくていいのかなっていう感じで使えますね。ただですね、やっぱり光源がしっかり入っちゃうと、もやがかってしまうっていうところはね、どうしても否めない部分があるんで、もうこれはやっぱり好き嫌いっていうのがあると思うんでね、まあ、今回の動画見ていただいて、まあ、こんな風に見えるのか、まあ、8分の1でもね、まあ、これぐらいで見えてしまうのかっていうのをね、感じ取っていただければ、まあ、購入のね、検討を材料にしていただけるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、じゃあねそんなわけで、まあ長々とね話をしていてもあれなんで、まあ、今回ね梅の映像を見ていただいて、まあ、これからね桜の季節とかいうのもあるんで、まあ、これらのレンズを使ってね、どんどん、そういう花の方とかもね撮っていこうと思っていますんで、もしね気に入っていただけたら、チャンネル登録ボタンの方とね高評価ボタンの方ね
ポチッとね押しておいていただけると私のねモチベーションにつながりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そのわけでじゃあ、映像の方をぜひ見てやってください。ではどうぞ。